どうもイドムです。この度9月20日から国立新美術館にて開催されます、イヴ・サンローラン展時を超えるスタイルのテーマソングに僕の新曲ノックノックを披露していただくことが決定いたしました。この楽曲ですね、自分自身のスタイルを貫くっていうことをテーマに描いた作品になっておりまして、本当の自分自身っていうものを探しながら固定概念だったり常識にとらわれない、そんな、オリジナルのスタイルを築き上げるっていうところに、本当の美しさだったり強さっていうのがあるんじゃないかなっていうのを僕なりの言葉で綴った、そんな作品になっております。今回の展示会のテーマソングを書かせていただくにあたってですね、イヴ・サンローラン氏の半生だったり考え方だったり、そして今なお評価され続ける、その独自のスタイルっていうところにですね、僕自身すごくインスパイアされた、そんな楽曲になっております。ぜひテーマソングも今回の展覧会と一緒に合わせてお楽しみいただけたら幸いです。以上、イドムでした。